三浦俊彦が描いたオッカムのカミソリの説明図。三浦はオッカムのカミソリについてある事実 P を同様に説明できるのであれば仮説の数は少ない方が良いとするものだと説明した。オッカムのカミソリとはある事柄を説明するためには必要以上に多くを仮定するべきでないとする指針。もともとスコラ哲学にあり14世紀の哲学者。 新学者のオッカムが多用したことで有名になった。様々なバリエーションがあるが、20世紀には、その妥当性をめぐって科学界で議論が生じた。カミソリという言葉は、説明に不要な存在を切り落とすことを比喩しており、そのため、オッカムのカミソリは思考節約の原理や、思考節約の法則、思考経済の法則とも呼ばれる。またケチの原理と呼ばれることもある。 オッカムのウィリアム必要がないなら多くのものを定立してはならない。少数の論理で良い場合は多数の論理を定立してはならない。オッカム、自然物に関しては事実でかつ十分な原因だけを認めるべきだ。同じ自然的影響についてはできる限り同じ原因を用いて説明すべきなのだ。アイザック・ニュートン可能ならいつでも知られていないエンティティを推定する代わりに 知られているエンティティでの構成を用いるべし。バートランド・ラッセル同様のデータを説明する仮説が2つある場合、より単純な方の仮説を選択せよ。カール・セーガン英語では次のように表現されることがある。エンティティーズ・シュッド・ノット・ビー・マルタ・プライド・ビヨンド・ネセシティ、伊勢田哲次は次のように説明した。例えば、等速直線運動に対する、次のような説明があったとする。 外から力がかからない物体は、神が等速でまっすぐに動かし続けている。この場合、神がという部分が説明に不要である、として切り落としてしまうのが、オッカムのカミソリだとし、すると次のような説明が得られるとした。外から力がかからない物体は、等速で直進する。オッカムのカミソリは単純化の手段に過ぎないのであって、説明に不要な存在を否定するものではない。 上述の例では、説明には不要な存在として、神が切り落とされているが、これは、神が存在しないということを意味するものではない。あくまで神の存在、不在は別の議題となる。オッカムのカミソリは、すでにある理論や仮説等に対して、新たな仮説等を追加すべきかどうかを選ぶ一つの立場に過ぎないのであって、オッカムのカミソリによって追加することを選択しても、 その仮説が正しいということにはならない。同様に、オッカムのカミソリによって切り捨てられたからといって、その仮説が間違っていたということにはならない。なぜなら、オッカムのカミソリは、真偽の判定則ではないからである。オッカムのカミソリを適用するにあたっては、慎重な検討が必要である。一見不要に見える仮説でも、実は見落とした事柄によって、必要とされていることもあり。 適用すべきでないことにまで適用してしまう危険性があるので必要性は慎重に判断しなければならない。さもなくば過剰に適用して必要な仮説まで切り落としてしまう危険性がある。これを考慮してウォルター・オブ・チャットンは次のような言葉を考案した。ある事柄が3つの要素で説明できないのならば4つ目の要素を加えよこれはオッカムのカミソリがその前提条件。 必要がないならにおいてのみ成り立ち、その前提条件から外れる場合、すなわち必要がある場合には成り立たないことに注意せよという指摘である。心理学の分野においては、ある行動がより定時の心的能力によるものと解釈できる場合は、その行動をより工事の心的能力によるものと解釈するべきではないとするモーガンの好順が知られている。統計学や 機械学習の分野では、モデルの複雑さとデータへの適合度とのバランスを取るために、オッカムのカミソリ的な発想を利用する。ある測定データが与えられたとき、一般に、統計モデルを複雑にすればするほど、その測定データをうまく説明できる。しかし、そのようなモデルは、不必要に複雑なモデルであり、計算することが困難であるばかりでなく、過去のデータに過剰に適合してしまい、 未来のデータを説明できなくなってしまう。以上のような問題を避けるために、統計モデルの良さの指標として、測定データをうまく説明しつつ、なるべく単純なモデルがゼとなるような基準が提案されている。代表的なものは、赤い情報量基準やベーズ情報量基準である。同様に、機械学習の問題では、過程記を防ぐために生息化と呼ばれるテクニックが使われている。多くを、 多くの実体として、実体は前提と解釈しても良い。オッカムと同時代の人物。同様の指摘はチャットン以外の人々によっても、いくつかなされたが、オリジナルのオッカムのカミソリほどには注目されることはなかった。ありがとうございます。